ハイリゲンクロイツ修道院を上空から見た図地図ハイリゲンクロイツ修道院はオーストリアのウィーン近郊ハイリゲンクロイツに現存する死闘会修道院である建築は基本的にロマネスクとゴシックの様式を見せる集団なく継続されている死闘会修道院としては最古の修道院であるハイリゲンクロイツとは正十字架を意味する1133年 レオポルト三世は、当時も、リモン修道院に所属していた息子、オットーのために、本校の修道院を設立した。1188年に、レオポルト五世が、聖十字架をもたらすと、この一帯を含め、聖十字架を意味する、ハイリゲンクロイツと呼ばれるようになった。バーベンベルク家のバックアップもあり、多くのシーンを設立した。ハイリゲンクロイツ修道院の内部においても、 自給自足のための幼魚池のみならず、13世紀には製鉄業も営んだ。18世紀末の1780年から1790年、啓蒙主義に影響を受けた、ヨーゼフ2世により、修道院解体の危機に陥ったが、これを乗り越え1802年には、哲学と進学の大学を設立した。第二次世界大戦の余波も受けた。ナチスドイツにより、 修道院の財物は没収され、修道士も抑留された。戦後、解放されてからは、修道院の改革が行われ、折からの第二バチ観光会議の趣旨が反映された。1988年には、ルール地方の防府部に新たなシーンも設立している。21世紀、ハイリゲンクロイツ修道院は、ヨーロッパの首都会修道院では、最大規模としており、 観光客も受け入れる、開かれた修道院として現役である。ハイリゲンクロイツ修道院の平面図当初、ロマネスク様式で建設されたハイリゲンクロイツ修道院は、幾度も改修が施され、改修時代ごとの様式が各部に混在する状態となっている。ゴシック様式の明るく高い内陣は当初は1288年から1295年に改装された。 17から18世紀頃には一部バロック様式が取り入れられたが、19世紀末にはこれを用いた内装はネオゴシック様式に置き換えられた。日照面には前提が廃されておりその奥に、ファサードがロマネスク様式を留める教会堂の入り口がある。教会堂内部の振動は1187年に整えられたもので、 この1187年に完成とされるファサードと、新郎は、ロマネスク様式である。その多く、上述した東端の内陣をはじめとした1295年完成としている、箇所は、ゴシック様式で、そこに配された、祭壇天外などの装飾は、ネオゴシック様式である。新郎南側の内陣近くから出られる回廊は、1220から1240年に、 完成したもので、内部に噴水を備えた小屋が付属している。この小屋は、噴泉室といい、市東海修道院によく見られるもので、ハイリゲンクロイツの噴泉室は、幅の大きなトレーサリーとステンドグラスで構成され、外交が多く取り入れられ明るい。回廊の南には、修道士たちの居住区が、東には作業室、集会室などが配されている。 集会室は、バーベンベルクや当主であった4人の墓所ともなっている。この地方は、ローマ帝国の時代にブドウを移入したものの、その後、ワイン作りも、ブドウ栽培もマジャール人の信仰があってより、一時期と抱いていた。しかし、ハイリゲンクロイツ修道院は、死党会というキリスト教の信仰だけでなく、ワイン作りとブドウ栽培も、ブルゴーニュからオーストリアへ再入した。2012年現在、 ハイリゲンクロイツ修道院のあるニーダーエステライヒ州はドナウガ沿岸の地域で最大のワイン生産地となっている。土壌と気候が栽培に適しているのだという。フリードリヒ2世の石棺集会室にはレオポルト4世、レオポルト5世、フリードリヒ1世、フリードリヒ2世という歴代のバーベンベルクや当主が埋葬されている。このうちフリードリヒ2世は ハイリゲンクロイツ修道院へ多くの支援をしたため、石棺に収められた状態で床上に安置されている。なお、ハイリゲンクロイツ修道院を設立した、レオポルト3世は、ここではなく、クロスターノイブルク修道院に埋葬されている。ありがとうございます。